私はもともと地域に興味があって、また高校時代も地域に関する活動をしてきました。中でも芸術に関わるような行事やイベントっていうものに参加してきたために、今回この地域について深く学べる学部があると知って、コミュニティ人間科学部を選びました。今年1年間で学んだことは、地域とは何かということです。地域には公民館といった施設があって、また子ども会や婦人会といった組織があります。そういった組織や施設っていうものを学びながらも、また条例とか施策といった部分から地域についての歴史というものも学んできました。今まで何気なく歩いていた道の中にも、あ、こんなところにコミュニティセンターがあったんだとか、あ、こんなところに障害学習センターがあったんだみたいに気に留めてなかった部分があったんですけれども、コミュニティ人間科学部で学んでから目に留めるようになりました。コミュニティ人間科学部に来ている人たちの中には、高校時代にいろんな活動をしてきた人たちがたくさんいます。そういった仲間たちの話を聞くだけでも、地域についてより深く学べる部分もあったり、面白さっていうのを感じることができるので、そういった仲間との出会いというのも、コミュニティ人間科学部を選んでよかったと思える点です。コミュニティ人間科学部の先生方はとても僕たちに親身になって話を聞いてくれたり、授業をしてくださいます。授業時間外に質問しに行ったりとか、話をしに行ったりしても親身になってとても聞いてくれるので、コミュニティ人間科学部の先生方との出会いはとても良かったと感じています。私は将来、芸術という面から地域の活性化に携わりたいと考えています。私がもともと地域に興味を持ったのも、地域で行われていた芸術に関するイベントだったり行事というものをきっかけだったので、私もそういったきっかけで多くの子どもたちが地域に興味を持ってもらえたらなと思います。具体的には地域で行われるミュージカルだったりっていう部分の支援をできたらなと今は考えています。相模原キャンパスの魅力は、静かで緑が多いことです。まだ馴染みのない人も多いかとは思いますが、とても周りが静かな場所になっています。また学内も芝生があったり、チャペルももちろんあるんですけれども、いろんな学生が休憩したりちょっと運動したりっていった部分で、とても生活のしやすい環境になっています。で、私はよく勉強するのに図書館を使っているんですけれども、相模原キャンパスの万代記念図書館は僕の中でもとても気に入った場所になっています。コミュニティ人間科学部は、高校時代にいろんな活動をしてきた仲間たちが集まる学部になっています。そのため、今までボランティアとかあんまりやってきたことないよっていう人でも、そういった仲間と触れ合ったり授業で学ぶことによって、しっかり地域について学ぶことができるので、少しでも地域という部分に興味のある人はぜひ受験してほしいなと思います。